はい、おはようございます。キャプテンアスのバイブルトークです。えー、今日は五月の五日子供の日ですね。えー、使徒のあたりの七章の一から十六です、えー。こちらの通読書に表に沿ってやってまして、あのー、この御言葉の光ね。これだと、まだね、六章になってるんですけども、えー、こっちを基準にしたいと思いますね。今日は七章の一から。 十六枚です、えー。ステファノがね捕えられて、えー、議会でねあのー、弁明すること,ところを今日からやります。これ七章結構長いんですよね。ステファノのまあメッセージですね。す長い。はい、えー。大祭司はその通りかと尋ねた。そこでステファノは言った。兄弟たち、獅子たちを聞いてください。私たちの父祖アブラハムが カランに住む以前まだメソポタミニアにいた時栄光の神が彼に現れてあなたの土地とあなたの親族を離れ私があな,たあなたに示す地に行けと言われました。えー、これその通りかっていうふうに聞いたんですけどもあのどういうことかと言いますと、えー、6章の最後のところでねあのこういうふうに言うわけですよ。 この人はこの聖なるところと立法に逆らう言葉を語るのをやめませんと、ね、この人スバトがね、えー、神殿と立法に逆らう言葉を語ったと、えー、またあのナザラ人イエスはこの聖なるところを壊しモーセが私たちに伝えた関連を変えてしまうと彼が言うのを私たちが聞きましたこの神殿を壊しモ、えーセからいたあのもらっているその立法をね変えるっていうことを言ってると。 えー、いうことでまあそれに対するその通りかっていう質問に対してステパノが答えたととんちんンな答えのようにもこうねすねいきなり「アブラハムの話を始めると」と、えー、このねすごい長いメッセージなんですけども「アブラハムのところから始める」っていうのは まあすごくユダヤ人にとととってすごく大事なことではあると思うんですねユダヤの歴史の,もうあの始まりからですからね、えー、まあ今日のところはアブラハムの話ですけども「立法と神殿」あのー、について、えー、言われているとでこの「アブラハム」はどういうことかと言いますと立法も神殿もまだない頃の話です。で も神殿も何に関係しているかというとイスラエルの神とのね関係に関係しているんですけどもそのイスラエルとの神の関係が始まったのはまああのアブラハムからとでその本当にはるか前のところから話を始めて今日はそこのところです。その示す地に行けと言われてアブラハムはえカルダヤ人の地を出てカランにまず住んだと。 えー、そしてそ彼はそこから今度このね、あのー、私の示す地に行きなさいということで、えー、彼は旅立ったというその話をずっとしていきます。えー、で彼の子孫は外国に移り住み400年間奴隷にされ虐待される、えー、と神様から言われたとそしてこう言われました「彼らを奴隷にする国民は私が裁くそのうち彼らは逃れ出てこのところで私を礼拝すると」。 えー、今度、アブラハムからですね、次の世代に行ってきます。また、神はアブラハムにカ割礼の契約をお与えになりました。こうして、彼にイサクが生まれました。彼は八日目にイサクにカ割礼を施しました。そ,それから、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブに十二人の族長が生まれました。族長たちはヨセフを妬んで、彼をエジプトに売り飛ばしました。しかし、神は彼と共におられ、あらゆる観難から彼を救い出し。エジプトの王パロの前で、恵みと知恵をお与えになったので、パロは彼をエジプトの王家と。 王と家全体を治める大臣に任じましたというふうにねえアブラハムイサクヤコブヨセフというふうにそのイスラエルの歴史をえ語っていきます。でエジプトにとねカナンに飢饉が起こりそして食料がなくなり兄弟たちねヤコブもエジプトに食べ物をあの求めに来ると。そしてヨセフと兄弟たちの まあ、再会があって、えー、最終的にヨセフは父親のヤコブと75人の親族を呼び寄せたとエジプトにね。でエジプトで、えー、まあ住んだんですけどもそこで、えーまあ、次の時代になっていくと。ヤコブもエジプトででそこで死んだという ところですね。ここであのー、アブラハム、イサク、ヤコブ、ユセフまでのストーリーがここで語られます。えー、そうですね。あのー、今日からもこの長いストーリーというかね、えー、あのー、話がメッセージが始まるんですけども、えー、このステパノがね、あのー、どのように弁明したのかっていうのを今日からやってきいきますと。ご、えー、5ず五日の子供の日のね、バイブルトークにしては割と地味な箇所というかね、あのー まあ広げてもこの明日の分まで話してもあれですので、えー、今日はここまでにしたいと思います。それではまたごきげんよう。